あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきましょう。早速使ってくれおる。いやー嬉しいっすね。調合室、へいへい。違うよ、作るんじゃない。うわびっくりした。おお、それはまことか。なんということじゃろう。何がん、なんじゃと。まだ何も言っていないじゃと。お、エルと同じパターン。おお、すまぬ。わしとしたことが、調合室ができてつい興奮してしまったぞ。それはそうとあゆなよ。わしはお主に作ってもらった調合室で、早速この地に蔓延する病の研究を始めようと思っておっての。手始めに以前わしが研究しておった毒消し草の研究を再開するつもりなのじゃが。お、毒消し草、いいねいいね。この辺りさ、一帯がなんか毒消しじゃねえわ、毒の沼地やけんさ、それは必要だ。この地の毒を解析するにはどうしても毒の病原体が必要でな。以前のわしは毒の病原体を持つ巨大なドルルがどうしても倒せず、今の自分には倒せると研究を諦めたのじゃ。そこでじゃあゆな、毒の沼に住む巨大なドルルを倒し、なんとかして毒の病原体を手に入れてきてはくれんじゃろうか。なるほど、自分じゃなく倒してくれそうな人が見つかったってことか。巨大なドルルの居場所はコンパスで確認できる。頼んだぞあゆな。コンパスに目的地が表示された。なるほど、どこ。あ、またあっち側か。ってことは、ってことはだよ、ぐるっと回っていく感じだね。またてか、このリムルダールの人たちはコンパスを見て確認していってねって感じで、メルキドの人みたいになんかちゃんと場所を言ってくれないんだな。なんだなんだ、なんか住人たちが手抜きになってきたぞ。おお、てか巨大なドロルってさ、ドロルあれでしょ、あのカタツムリみたいなやつ。ちっこいのでもさ、遠距離攻撃とかしてきて結構厄介なのに、巨大なドロルとかふざけてるでしょ。何かしら撃ってこない。ほらほらほら、あれドロルの攻撃やろ。どこ、山を越えるということかな。前におじいさんがおったあっこまで、あっこまではとりあえず行くんかな。誰だっけ、元老師だっけ。いや、なんかもう名前がよくわからん。元老和か、元老和だ多分。この山はね、結構ツタがあるから登りやすいんだけど。んで、ここまで来たよ。ん、降りるの、山降りるのか。今度はなんかリムルダールはドロルとかリリパッドとか、なんていうか、この長距離での攻撃をしてくる。ん、あれ、何か放たれた気が。あ、ほらほらほら、あっこや。あ、ちょっとふざけんなし。これどう降りる、降りれる。この山ね、登るのは簡単なんだけど、やめてよ。登るのは簡単なんだけど、ほらほらほら、ダメージ。とりあえず回復、あ、お腹も空いてるっぽいね。お腹満たして回復もしておこう。んで、これ毒の沼地やろ。また土で橋をかけていく感じかな。現れた。あっこに向かっていけばいいわけね。ってことだ。いや、早速毒かかったけど。ちょ、待って。いや、全然進んでねえし。待ってくれ。待ってくれ。あ、体力やばい、体力やばい、体力やばい。ちょい待って、ちょい待って。はいはい。体力やべえて。体力やべえて。へいへいへい。んで。さあさあ、これぐらいからもう行ったんでいいか。うわぁ。全然届いてない。届いてないじゃない。全然行けてない。押し、着いた。着いた。こっから、こっから追い回されるの。ちょい待て。はっはっ。あ、これでも結構体力減ってるかも。こっちの方が素早く動けるからいいかもしれない。今のところ。あ、待って。正面に回ってしまった。
ね、これでも結構減らされてるから、後々強い敵になってきたらあれだけど、まだこれ。あー待って。体力、体力、体力。薬草。あー危なかった。危機一発。待って、もう薬草に合わしといたんでいっか。無駄に食べてしまった。ヘイヘイヘイ。ね、強い敵になった時には、ここどこののもあるの。まあ、溜めての攻撃にするけど、今そこまでの無理をする必要は。おっしゃー、毒の病の元凶を倒した。やったね。お、初めて毒の病原体を手に入れた。元老から依頼された毒の病原体を手に入れた。おし。とりあえずちょっと回復させて。んで、この辺なんか手に入れてないもんとかない？ないんか別に。まあ、じゃあとりあえず帰ろう。キメラの翼。拠点に帰りますか。はい。いやーすごく怖かったんだが。ね、本当に巨大だったよ。で、元老はどこ？元老は、え、どれ？あんなとこにいる。あんなとこにいる。ちょっと。ちょい。アップで迫ってくんな。うん、これが毒の病原体か。アユナをよくぞ持ってきてくれたの。どれどれ、早速わしに見せてくれ。依頼主に渡します。ほい。ふんふん。なんだ？なんかロロンドを思い出す。なんだ？ここの構造がああなって、こうなって、そうなって。どうなってんだ？うん。毒の成分の解析が終わったぞ。これで毒結晶を作ることができる。お、やったね。さあ、素材を集めて毒結晶を作り、毒の病に侵された患者を救うのじゃ。毒の病。あ、これからそういう患者が出てくるってことかな。薬草を5個ゲット。イエーイ。毒結晶をひらめいた。解毒作用のある花や草を混ぜた薬。破毒のリング。毒の攻撃から身を守る聖なる指輪。お、何それ、毒を無効にする。え、いいやん。へぇ。それがすでにあればさっきのも楽やったんやろうけど。まあ、そういうもんよね。ちょ、だだかぶりだから。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか拠点を狙うモンスターが現れたみたいやけど、大丈夫なんやろうか。